よ。暴きの時だ。おかえり。またお。すべては時の指輪がもたらしたもの。過去の世界何が起きようと今の俺には何の影響もない。やっぱりあいつは海王神様を殺していたんだ。そう、時の指輪を使うことができるのは海王神のみ。俺の正義を成し遂げるには最高の理解者が必要だった。同じ正義を持ち、同じように人間の愚かしさに苦しみ、同じように理想の世界を胸に抱く者。すなわち私だ。私の名か、お前たちが未来と呼ぶこの世界で人間の愚かしさを嘆く日々であった。俺は時の指輪を使ってこの世界へやってきた。それは持ってこいだ。その身刻み込め、カメハメ。誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそが最強だ。ただ愛を受けろ。カメは川に変える。その身刻み込め、カメハメ。誰よりも強い怒りを抱えたこの俺こそが最強だ。奴らは俺が食い止めます。だからその間に父さんたちはあいつらを倒す方法を。第三、時間の移動を行う輩が生まれるのだ。
奴らお前の反…私はじ…なるほど…まあいい。神の授けた肉体、神の気、我が物のごとくに登る人間風情だ。ただ花と散っていくぞ。彼を川に変える。その身に刻み込め。カメハメ。わかったぞ。貴様の成長が怒りだな。息子を傷つけられた怒りが貴様を強く変えたのだろう。気づいてみれば単純な話だが、怒りをパワーに変え、人間にしか思いつかないおぞましい方法ゆえ、つい見逃してしまった。そうか、怒りが宇宙を汚す人間への怒り、それを黙認する神への怒り、そして人間風情に敗北した無力な自分への怒り。引っかかったな。見ろ前菜、怒りをパワーに変えたことで俺はまた新たな力を手に入れたぞ。神の怒りの強さがいかほどのものなのか、その身に刻み込め。俺は今美しさの頂点、彼をパワーに変える。誰よりも強い怒りを抱えた。ジタ。どうした人間ども、神の技の前に足がすくんで動けぬか。さっきからザマスの木が消えたり現れたりしている。しかもだんだん弱まっているようだ。一体何が起こっているというのか。出るよ、我が刃。はっ、素晴らしい。サイヤ人の肉体こそ神の恵みの究極。なんと、私たちは人間を…仕方がない、遊びは終わりだ。無知…木は…人間…我々…そく我が姿は…崇めかん…フランクス、コーザ、よく聞け。我はこの身で世界を照らす太陽なり、そして
この輝きが正義と知り、このザマスこそが宇宙の知恵、宇宙の保護、宇宙の力なり。この光さすところより消えよ。人間ゼロ計画は今日残る全ての命を消し去ることで完成する。そしてかつてない理想の世界が始まるのだ。何言ってやがる。調子に乗るなよザマス。貴様は俺が倒す。自らの弱さを認めなさい、リラジンド。我が神の偉大なる力を見せてくれよ。断罪してやる。その命をもって償え。俺様は甘くないぞ。これこそが正義。神の手で殺されるなど光栄なことだな。ファイナルスラッシュ。聖なる激流。これが神の意。こちらだ。貫き全てを洗い流そう。神の世の到来を祝う宴の始まりだ。これこそが正義。力も知恵も炎も光も全て神のもとに戻る。人間の暴力にまみれ汚れた世界は神による理想の世界に生まれ変わるのだ。言ったはずだ。貴様をぶっ倒すと。つくづく懲りない奴ら。我が神に逆らう知恵者が。見せてやるよ。お前が俺は人間はしかし罪とさあこさあ諦めろ。さあ決着をつけようぜ。気がつかないか、合体した今お前の体にはどうしても残っちまうんだよ。孫悟空という人間がな。そうだ、
それが我が望みだ。サイヤ人よ、孫悟空よ、お前は人でありながら神をもしのぐ力を得てしまった。お前はこの宇宙を築いた神々の失敗の象徴なのだ。さればこそ我は孫悟空と一つになることで、人間の罪と神々の失敗をこの身に引き受けたのだ。ああ言えばこう言うだな。ああ、これも全て宇宙のため、世界のため。泣いてんのかい。そうだ、我が涙で世界は浄化されるのだ。人間よ、滅ぶべし、全てはザマスのもとに。さて、貴様の時が。お前、神、正義に新しいのか。いいの戻しだ。世界の浄化、これも神の務め。クソ、俺たちが合体してもダメか。邪魔者。